はい、というわけで皆さん気になってると思いますが、プレゼント企画の当選者発表でございます。自分の好きなデザインでケースを作れますよっていうプロモコードとか言うんですけど、それはそのコードを入れればお金払わなくても自分の好きなケース1個作れますよっていう、ような、まあ、プロモーションコードっていうやつがあるんですけども、それを3名の方にお渡ししますよということを言いました。全部でですね、応募が3875件になりました。ありがとうございます。でこの中から3名っていうので、ね、ちょっとね、倍率が1000倍以上になっちゃってるっていうことなんですけれども、どうやって抽選するんだよと、ね、そんなの生徒さん適当に選べちゃうんじゃないのって思いますよね。まあ僕は適当に選んでもいいんですけれども、今回はねちょっと本当に厳正に抽選ということをね、ちょっとね、やってみたいと思います。まあその前に応募していただくときにね、書いてもらったことがありました。一番好きな動画のジャンルは何ですかと、あと今後どんな動画を見てみたいですかとかいうことを皆さんに聞いたんですけれども、まあそれに関してはね、ブログ記事をまあ頑張って書こうと思います。どういうものが人気があるのかっていうデータがね、一応出ましたので、よかったら、説明欄見てみてください。でですね、当選者発表ですよ。3名で、まだ決まってません。6月28日金曜日13時19分です。で僕どうやって決めるかって考えたんですけど、こんな感じでですね、 Google ドライブのフォームに全部 Excel のファイルみたいな感じで収まってます。全部番号が振られてるんですよ、上からね、1234と。応募した順にね、1番は最初の項目の部分なんで、あの Excel のね、項目の部分なんで1番なしで、2番は、僕なんで、あのテストでね投稿したんですよ。2番は僕なんでなし。なので3番から3876、3876までのどれか、ここから3名選ばなきゃいけないですよね。ということで今ね、今13時20分、僕今から Twitter でですね、3番から3876番までどの番号が好きっていうね、ものすごい意味のわからない質問をちょっとしてみようと思います。で、それで、来た先着3個の番号にしたいと思います。こうすればね、僕はもうインチキしてるっていうのもね、一切ない。まあインチキしてもいいんですよ、全然。僕がね、この人好きだっていう人選んでもいいんですけど、今回は完璧な抽選ということで、ランダム性をね、重視したいと思います。はい、できました。こんな質問にしてみました。ちょっとした質問、3から3876までの数字で好きな数字はどれ？先着3個限定、動画でその数字を使わせていただきます。詳細は今夜の動画をお楽しみに。で、これで先着3個、僕にね、リプライが来たものをですね、3個、この当選者に使わせていただきたいと思います。ただいま13時25分、いきますよ。ツイートします。せーの、えい！いました、いました。さあ、どれが来るか。1時半だからね、金曜のね。みんな学校行ってたり仕事してたりするから、すぐは来ないんじゃないかなと思いますけどね。先着3個。来ました来ました。ドド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 ド
あー、一気に決まりましたね。3個。来ました、来ました。決定しました。1番、上条12歳さん。3です。そして、ドラコモリゴイさん。これ、ポッターさんですね。はい、8です。8。そして最後、前原圭一さん、1238。というわけで、決まりました。ありがとうございます。というわけで、3と8と1238なので、見てみましょう。3は、あ、そっか、3はあれだ。僕がテストでやったやつの次だから、一番最初に投稿応募してくれた人だ。アニラム0227さん、おめでとうございます。そして8は、来ましたね。これマジか。無糖圧ゼロ浅優さん、これ無糖圧くんじゃないかな。でーおめでとう。最後1238出ました。アカウント名 K624TYPE2 さんです。おめでとう、おめでとう。あとで、YouTube メッセージでお送りさせていただきます。はい、というわけで以上3名の方決まりました。まあ、検索でも普通にお金払っても作れるので39ドルなので、まあ4000円ぐらい
で作れますので、まあ、皆さんよかったら作ってみてください。というわけで以上、いやちょっと動画長くなっちゃいましたけどね、ケースタグラムで瀬戸康史オリジナルケースをね作ってみたという動画でございました。そしてプレゼント企画3名の方おめでとうございます。以上、また何かプレゼント企画があったらやるからね。じゃあなー。